はい、とアップルネタロックゲームチャンネルです。今日はですねファイナルやっていきたいと思います。難しいやつですね。今日の収録日が2021年11月21日日曜日21時58分に収録しています。ヤフーの見出しはですね、3回目接種へ混乱、教訓に準備、エルサレム聖地近くで銃乱射だ、ソチック社員自殺、労災認定、再起扱いマスク、微妙に複雑、ヤクルト接戦制す、高橋初完封、井本彩子さん休業発表っていう見出しになっています。はじめ、県、出発地方、京都、平発ヤクルトの高橋が初完封って書いてますけどね、この高橋って人は、ね、高橋刑事ってフルネームだと高橋刑事投手って言うんですけどね、元 AKB の板野友美さんと結婚した人ですよね。でもなんか板野友美の夫とかってそういう書き方しないでくれとかってなんか新聞とかメディアに言ったんですけどね、今日日本シリーズ見てたら甲子園優勝投手高橋奎二になってましたけどね、すごいですね、甲子園優勝投手なんでね、なんか23とか若いんじゃないですかね。で左ピッチャーだしね、球速いしね、いいですね、魅力がありますよね。低速帯70が出てくる。信号化が難しいみたいな味で実感守んない方がいいんじゃないの。低速ポイントとかを無視していった方がまだいいかもしれない。今日はね、長い車内放送ですね。何の宮崎まで行くの？電車すれ違って何線か分かんないけど、
上の進行。警笛よ。こういう警笛なんだ。もう制限速度あんま関係ないの。210。そんなスピード出ない。Thank you.
見えないけど、まあ、プラグの上の方が若干明るかったけど、夜でプレステ2の山陽新幹線なんか夜でも明るかったからね、あれね。
いいですね。だけど、まあ、15点。定着なんとか進んだ。
足元にご注意ください。足元にご注意ください。列車とホームの間少々空いております。足元にご注意ください。はい、何回も足元にご注意くださいってね、電話をしてます。18番乗り場から寝台特急水星号、高槻号、長崎、南宮崎行きが発車いたします。ご乗車お急ぎください。宮崎って宮崎駅近いの？あ、省略し合いしてはじめ、県、出発進行、新大阪、停泊。ここでボーナスゲーム。はい、ちょっと鳴らします。
1人ちょっと一回マイク切ります。制限
出せると思えば出せるのかね。まあこの区間だと90キロがいっぱいいっぱいだよ。低速帯とか極力守るんであれば。第2ヘッド進行。橋だ。橋あったっけ？なんかね、電車でゴルフって走ったことあるけど。下り勾配になってるこれぐらいで大丈夫かなと。長崎通過。ここは長崎。もうぴったり。定通エクセレント20番。次は立花通過です。85、80って並んでんの。85が1回で80が1回。第2ヘッド進行。で次が80。あ、これぐらいでいいってことか。第2ヘッド進行。自然とスピード落ちるはずなんだけど、ちょっとセレクトボタン押すとあれだったんで消えるんだね、表示が。初めて知りまして。次が80。
郊外だから嫌でもスピードは第2停車進行。もう早いんだ。早いですよね。足や第2停車進行。進行またスピード上げなきゃいけない。
怪我しないと思うけど、横道まで来ましたよ、ね、あ、次低速で85っていうのがあるから、スピード出しておかないと、まあ、たまに合わない横道自分のロンコーム、なかなかスピードが乗らない車両ですから、よかった。ああ、199チェーンズだったか。200届かず。安の宮、安の宮で。まあでも受けずにね、クリアできましたね。18万6000いくら取れましたからね。はい、乗務完了ということで、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。